日本関東地方東京都葛飾区亀有、り、こち亀銅像こち亀銅像は、東京都葛飾区の亀有駅を起点として各所に混流されている、こちら、葛飾区亀有公園全般出所の登場人物の銅像群の総称。2006年2月11日に一体目の両津関吉像が混流されて、以来、2016年8月9日現在までに、 大小合わせて15体の像が存在する。製造は、富山県高岡市の竹中銅器。2010年4月20日マラカスを持った、サンバ量産像が何者かにより壊され、マラカスを持っている手のうち、左腕が折られる事件が起こった。また、2010年5月19日には、霊子像が曲げられる事件も起こっている。番号表記は、亀有駅内の案内板による。 両津勘吉蔵原と、霊子蔵、ダブルピース両山像人休み両山像、敬礼両山、像、両津勘吉祭り姿像ようこそ、亀有へ、両山像三場両山像少年両山、像本田像は母両山像少年よ、あの星を目指せ。両山、像中川像、霊子像ようこそ、こち亀の町へ。両津、中川、霊子がお出迎え。 像現在、ナンバーワン4の霊子像は、亀有駅南口の伊藤洋華堂に移設されており、以前にあった場所には、ナンバー2のバラと霊子像が設置されている。ありがとうございます。